はい、では撮影をまた続けていきたいと思います。スパハウス七栗、レストランと男子浴場を今回ったのかな。もっと奥行ってみたいと思います。ここ夜来ると怖いな。でこういうところで人と鉢合ったら怖いよね。照明の道具とかが散乱してる、ここ。最後は物置になっちゃったのかな。こっちは椅子と、ここ何の部屋？あ、カラオケルームとかある。あ、そっか、多目的温浴施設だもんね、ここ。じゃあカラオケとかで遊べるスペースもあるんだ。まあ、機械はもうないけど、なぜかエアロバイクだけは残ってる。エアロバイクってもうね、必要なくなったら場所取るだけで邪魔だもんね。俺もこの間捨てた、若い頃に持ってた、エアロバイクね。これも多分腹筋とかするやつでしょ？トレーニングチェアだと思うけど。ねえ。ここは？ここも、ん？ここは何？ベッドがある、なんか。ここなんだろう。あ、外から覗けるところだけど、ベッドがある。何これ、何のベッドこれ。生ビールディスペンサーの説明書。こっちは DVD プレイヤーの空き箱でしょ、これ多分。から、何の部屋ここ。ねえ、こういうふうに窓口が開いてるってことは、ここなんか物を売る部屋だったのかな。いや、落書きすごいね、やっぱ。あ、でもここら辺は米の侵食がない。みんながもう落書きしてるから自分書くスペースなかったな、さては。うわ、鏡も。ここでもさ、なんかこういう全身見れる鏡、まあこれ落書きでもうね、鏡じゃなくなってるけど、全身が見れる大きな鏡があるんだよね。ひょっとしたらここバレエレッスンとかできたんじゃないのかな。そんな感じの広さにも見える。それか、まあソファーがあっての、まあちょっとくつろぎスペース、テレビとかあって、違うかな。広いよここ。落書きがね、よくこんなの書くよね。もうちょっと綺麗な状態で保ってればいいんだけど。天井がね、またここ洒落てんだ。ほら、星空をイメージした感じでね。目が慣れてきたから、部屋の雰囲気が全部わかるようになってきた。ここは？ここは何の部屋？物置になってるけど。ゴミ箱とかがいくつもあるね。ゴミ箱と座布団か。これ上のはタオル？タオルだね。赤すり用のタオルだ。赤すりって書いてる。ねえ、まあ、空調もしっかりしてたみたいだし、一日ここで結構食事もできて、お風呂にも入れて、くつろげたんじゃないのかな。どうだろう。とすると、あれ、あ、これ下に、え、嘘、こっちはわかるんだ。男性大浴場、女性大浴場、レストコーナー1階、地下にプール、エステ、岩盤浴、砂風呂。うお、すげえ。ちょっとプール後で見に行こう。あ、確かに下に降りる階段がある。とりあえず女性浴室の方行ってみようか。女性大浴場、ここはヨネって書いてない？書いてないね、意外と。あ、でも作り一緒かな。真逆だと思う。ロッカーの数もね、ほら307。あ、まあちょっと中途半端か。でも作りほとんど一緒だと思う。トイレがあって、女性の場合はこういったね、このメイキングルームみたいなのが
ちょっと大きめに作られてるのかな。うん、まあ配線から金具から全部外されてるね、こうやって見ると。ドライヤーもないここ。上もほら配線がね、こういう風にダラーンって下がっちゃってるから、まあこれはもう天井裏の配線は全部根こそぎ取られてんだろうね。ここはトイレだと思う。トイレって書いてるし。ああ、壊されてるな。何このパイプ。女子浴室だよね。特に何もないかな。いや、破壊されてるな。ここに何かあったんだよね、取りたいものの何かが。取り立てで残留物っていう残留物はないんだけど、ここでも4年の落書きないね。ここもやっぱりシャワーだから作りが真逆、もう滑舌悪い、作りが真逆になってる。サウナもあるしさ、ここに。こっちがだからミストサウナか、さっき言ってた。ここはねえ、あ、サウナの匂いがする。あー、でもやっぱ洒落てるな。こっちサウナだよね。あー、全く一緒、真反対のだけだ。あ、やっぱサウナの匂いするし。でほら今の温度計、これ多分合ってんだと思う。今ね、え、でもそんなことはないか、これ壊れてるわ。44度ってわけないもんね。壊れてる。まあ寒くはないけど44度ってことはないな。でこっちが露天風呂か。だから女湯だからやっぱりね、外から覗けなくなってる。まあ男はね別に覗かれてもいいっていう風な考えなんだろうけど、まあでも男の人でも中には覗かれたくないっていう人もいるしね。ほんと全く反対の作り。じゃあ当然ここに赤すりコーナーがあるわけ。あー、なんかそれっぽい。あー、やっぱりあったあった、赤すりコーナー。でもなんか男性浴場の方とは違うね。こういう風にカーテンもあるし見えなくなってる。ねえ、まあ、それなりに女性に配慮した作りになってるのかな。なんか音がする。何の音？なんか変な音がした。とりあえず女湯は作りが真反対っていうことで、でなんか今音がしたんだけど、誰か来た。いや誰もいないけどね。何の音だったんだろう。いやなんか怖いな。とりあえずここ地下行ってみます。プール、エステ、岩盤浴、砂風呂、カウンセリングルーム。なんだよそれ、何のカウンセリング。地下のプールって水張ってんのかな、どうだろう。うわすげえ、なんかもうここさ
今お昼過ぎ1時ぐらいだけど、もう別に昼より関係ないよね、ここ。これ恐怖だわ。どういうこと？ここがエステ、プール、エステ、砂風呂、オンドルサウナ？オンドルサウナって何？の受付らしいんだけど、こっちトイレか。あ、これプール？中にあるやつ。ちょっと待って、これどうやって行くの？とりあえず、いろいろ順番通りに行こうか。これなんだよ、これ。ん？これ何？マッサージチェアってわけでもないけど、なんだろうね、これ。ああ、でもなんか電気治療でもやってたのかな。なんかそういう機械だもんね。あ、ここがだから、これあれか、岩盤ゲルマニウムチェア。砂風呂。あ、本当だ。本当だ。砂がある。砂がある。誰かが歩いた跡があるし。あ、砂風呂。じゃあここの中に寝転がって砂かけてもらうのかな。ちょっとピントが合わないんだけど。こういう感じ。ねえ。へえ。面白いね。だけど、あ、もうここもフルオープンだわ。すべて岩盤浴。これどうなってる？ああ、はいはい、岩盤浴だ。女性かな？ってことはこれ開かなかったら怖いよね。なるほどね。まあでも一つ一つがこじんまりとしてるけど、ちゃんとした作りにはなってる。こっちはなんだ。あ、そうか、ここ地下だから上に上がる階段だ。なるほどね。じゃあちょっと待って、プール行きたい。プールピンボケてんな。オートフォーカスなんだけどね、これ。ちょっと砂風呂の横を通って、ゲルマニウムチェアとかあるんだ。電気治療もしてたんじゃないかな。低周波治療器があったから。すごいね、これプール水張ってる、ひょっとして。2つあった方がいいか、これ。ねえ、俺どっから来た？あ、そっか、ここの階段か。こっちも？あ、トイレね。更衣室。トイレと更衣室。女性用のとこだ、ここは。はいはいはい。あ、なんかいっぱいあるものが。服とかそのままなんだけど、これなんかさ、でっかいスーツケースもあるけど、このタンスといい、上の衣装ケースといい、これお客さん用のスペース？ここ違うよね、個人のじゃない？だってここにドレッサーもあるしね。え、あれ何あれ、ん？ドナルドじゃなくて、なんだっけこれ、これなんだっけこれ、ドナルドの彼女だよねこれ。そっか、なんかこれなんだろう、ちょっと明るすぎる。やっぱり消しとこうか。普通にさ、なんか個人の衣装ケースとかタンスっぽく見えるんだけど、従業員のスペースかな、ここは。で、シャワー室あるけどね。ほら。ああ、従
従業員用これ。ほら。あ、昔こういうのあったな。なんかこういう、なんて言うんだろう、ちょっとうまく取れない。こういうね、下足元は見えるけどここで隠れてるっていう、そういうこういうやつ。2人分のシャワールームですけど、上から覗けんだよね、だからこうやってね。うん、昔あのスポーツクラブとかにこういうシャワー室あったな。完全個室じゃないやつ。これでも女物の服とか結構そのまま残ってんじゃん。カビがすごい。ここはでもタンス真っ白なもんだって。ほら、なんだろうここ。従業員のスペースかな。いやでも普通に入ってこれるよね。女性更衣室って書いてんだから。うん、あ、女子トイレこっち。どうせ壊されてると思うけど。真っ暗だここ。夜来ても昼来ても変わんない。あ、でも金具取られてない。うん、金具取られてない、そのまんまだ。ほら、ここまでは来ないんだね。結構奥まってるとこだから。これはちょっとやっぱ暗いな。こっちは男か。じゃあ男性用の方も奥に行ったらあんなタンスがあるのかな。ピントが合わない。 あシャワールームだね。ほらこういう感じ。あ、でも奥に確かになんか物をね詰め込んでおける部屋があります。あ、なんか個人のものなんじゃないのかなこれ。いっぱいあるよ、なんかいろいろ。なんだろうこれ。カビがすごいね。でもここ地下だからね、やっぱり。これさ、電気消すとすごいことになる。真っ暗だからもうこれ別に夜来てるのと変わんないもんだって。